222系メリディアンミッドランドメインラインはイギリス、イングランドに存在した列車運行会社で、その名が示す通り、ロンドンセントパンクラス駅からイーストミッドランズ地方の都市を結ぶミッドランド本線の都市間列車を運行していた。バス、鉄道王でナショナルエクスプレス社の参加にあり、段階的に行われた イギリス国鉄分割民営化により1996年4月から運行を開始し、2007年2月にステージ高知社参加のイーストミッドランズトレーンズに引き継いだ。このほか、ヨーク、リーズなどへ延長運転を行う列車も設定された。セントパンクラスからベッドフォードまでは電化されており、並走するテムズリンクは電車による運行だが、 ミッドランドメインラインの列車はすべてディーゼル機関車と客車あるいは機動車である。座席はファーストクラスと普通席がある。ミッドランドメインラインの路線営業権は2007年11月11日午前2時をもって満了した。同日以降、セントラルトレインズのイーストミッドランド地方の路線と共にステージ車参加のイーストミッドランズトレンズによる運行となり、 営業路線と従業員は新しい組織に引き継がれた。ありがとうございます。